これをずっとか。ロンジラー、ほら。なんだここは。十二鬼月の加減のみ集められたことは初めてだぞ。神戸を垂れて筑波へ。平伏せよ。誰が喋ってよいだ。貴様どものくだらぬ意志で物を言うな。私に聞かれたことにのみ答え、より人を喰らい、より強くなり、私の役に立つための始まり。そんなことを俺たちに言われても、なんだ、言ってみろ。申し訳ない。逃亡しようと思っているの？いいえ、思っていません。私はあなた様のために命を懸けて戦います。戦って勝てるはずもない。なら逃げるしか。加減の鬼は解体する。やられている。そんな。最後に何か言い残すことは？私はまだお役に立てます。より強力な鬼となり戦います。なぜ私がお前の指図で血を与えねばならぬ。お前に拒否する権利はない。私が正しいと言ったことが正しい。お前は私に指図した。俺ももう死ぬ。そうですね、私は夢見心地でございます。そして私の役に立て。鬼狩りの柱を殺せ。なんだ、何か見える。無惨様の血とともに流れ込んでくる。無限列車の被害拡大。40名以上が行方不明。忍が炭治郎を推薦した理由を聞いてもいいかい？かまど君はまっすぐで、努力し積み重ねることができます。現状ではまだ力不足であることは否めませんが、縁柱の煉獄さんなら何かしら導いてくれるのではないでしょうか。誰か来る。お、避けたのにぶつかってこられた。もう行かれる。短い間でしたが、同じ時を共有できてよかったです。頑張ってください。そんなの関係ないよ。俺を手助けしてくれた葵さんはもう俺の一部だから。俺たち出発するよ。いろいろありがとう。お、なになに？さよなら。あんなに回るんだね。指示されてないことはこれを投げて決める。全部どうでもいいから自分で決められないの。この世にどうでもいいことなんてないと思うよ。よし、投げて決めよう。何を？カナオがこれから。あれか。取れた取れた。カナオ頑張れ。人は心が原動力だから、心はどこまでも強くなれる。表が出るまで何度でも投げ続けようと思ってたから。やったー。どうぞ。富岡さん、禰豆子のことありがとうございました。命を懸けてくれてただなんて。みんな、俺と別れるのが寂しいんだね。俺だけ残ってもいいよ。なんだこの生き物は。こいつはあれだぜ、この土地の守り神かもしれないだろう。それから急に攻撃するのもよくない。いや、記者だって言ってるじゃんか。やめろ、恥ずかしい。何をしてる貴様。堂々と刀持って歩けないんだよ。本当は鬼がどうのこうの言っても